ショーネット2014テクニカルビデオ。インターロップ東京では1994年の初開催以来、ネットワークの相互接続を行う世界最大級のライブデモンストレーションショーネットを通して、最新の市場、テクノロジー、そして将来展望を毎年会場内で紹介しています。今年のショーネットのコンセプトはスクラッチ&リビルドザインターネットフェイズ1、タフコアソフトエッジフォーフューチャーアップス。ショーネットノックチームが10年後の技術課題を見据え、まずは今年から3年間をかけてショーネットの解体と再構築に挑戦していきます。1年目となる今年は4つの注力テーマを掲げ、今目の前に迫る課題への解決策やショーネットノックチームが思い描く未来像を、最先端の技術を組み合わせながら具現化しています。それでは今年のショーネットの概要とそのコンセプトについて、ノックチームジェネラリストと各テーマのリーダーからご紹介します。皆さんこんにちは。ショーネットノックチームメンバージェネラリストの長谷山です。今年度のショーネットのグランドテーマはスクラッチ&リビルド・ザ・インターネットというテーマになっております。このテーマにした背景は、昨年度20周年のインターロップを終え、10年先までインターネットの技術が残ってるんだろうかと、ノックチームで相談した結果、やはり今、インターネット技術もしくはその作り方および運用方法をもう一度見つめ直し、解体と再構築をする時期に来てるんではないかと思い、そのテーマにいたしました。本年度は、1回目として、4つの注力テーマを挙げております。1つ目はネットワーク、2つ目はファシリティ技術、3つ目はセキュリティ技術、4つ目はデータセンター、クラウド技術となっております。でそれらの注力テーマをもとに、デザインをしたショーネット2014の、トポロジーになります。ノックチームメンバーおよびコントリビューターの皆様と一緒に、どのように再構築していったらよいかというものを考え、現在2014年の、カッティングエッジおよびベストカレントプラクティスをふんだんに取り込んだ、ネットワークとなっております。ぜひ来場していただき、その目でご確認していただければと思います。ショーネットノックチームメンバーレイヤー2-3ネットワーク設計担当の渡辺です。今年の見どころとしてはですね、従来ネットワーク、インターネットの世界というのは AS がたくさんあるということで、今までは一つの AS で、構築運用してきましたが、今年はですね AS を分けるような、コンセプトにしています。一つの AS はですね、事業者、キャリア AS を模写しておりまして、来場者の方や出店者の方々にネットワークを提供する、いわゆる ISP のネットワークを作り上げています。もう一つのですね、AS は、クラウドの AS として NFV や、コンテンツデリバリーのような、AS を模写しています。これらの AS が集合体となっていることがネットワークというような形で、今年はですね、世界全体のネットワークを模写している。非常に分かりやすいネットワークであるというふうに思っております。もう一つの AS、事業者の AS の方では、見どころとして100ギガレディ、真の100ギガバックボーンを提供しています。これまでは、ネットワークや伝送の世界だけで、あった100ギガのインターフェース、これらがアプリケーション層にまで対応した100ギガ、真の100ギガネットワークバックボーンを提供しています。もう一つのキャリアエースの方では、NFV、オートメーション化を実現したネットワークとなっています。ネットワーク全体を模写した今年のショーネットにぜひご覧ください。ショーネットノックメンバーの奥澤です。ショーネットの中ではデータセンター、クラウドゾーンなどを担当しています。データセンター、クラウドゾーンでは今年2つの注力テーマを掲げてショーネットの構築を行っています。まず1つ目はオーバーレイ方式でのレイヤー2接続を実現するために使われる VXLAN という手法の相互接続実験です。現在多くのクラウドインフラでは
テナントを分離するための識別紙として VLAN ID を用いておりますが、その空間は4000程度しかないため、すぐに ID が枯渇してしまうという問題があります。よって VLAN よりもスケールする識別紙を持つ VXLAN に期待が多く集まっていますが、まだその実装はドラフト段階ということもあり、各装置によってその実装方法はまちまちです。よってショーネットでは今回複数の企業様より VXLAN ゲートウェイ装置をご提供いただき、マルチベンダ環境での相互接続の実験を行っております。そして2つ目はクラウド間の相互接続検証です。現在ディザスターリカバリーの目的などから、事業者の異なる複数のクラウドにをまたがって利用したいというニーズが増えておりますが、その実現に向けては API の共通化など達成しなければいけない要素が数多くあります。今回のショーネットではその要素の中から特にクラウド間のプライベートコネクトに焦点を当て、実際の商用クラウドとはインターネット経由での VXLAN 相互接続検証、またアカデミックのクラウドではオープンフローでの VLAN パススイッチングを用いたプライベートコネクトをデモしております。幕張では実際にこちらのデモをご覧いただけますので、ぜひご来場ください。ショーネットノックチームメンバーでセキュリティ担当をしている橋本です。今年のセキュリティの見どころは大きく3つございます。まず1つがドス対策としてフローモニタリングと BGP ルーティング制御を組み合わせ、正常トラフィックのみを伝送するミチゲーションテクノロジー。2つ目は多層防御としてネクストジェネレーションファイアウォール、IPS、サンドボックス等の異なるテクノロジーで階層的に制御する考えを取り込みました。3つ目は多層防御で導入した複数の技術、製品を相関的に管理していくための CM の導入です。2つ目の多層防御では標的型攻撃をはじめとする高度化複雑化された攻撃がいとも簡単に誰でも実行できることや、内部からの脅威、多層防御の重要性をショーネットステージでご覧いただけます。ぜひご来場ください。ショーネットノックチームでファシリティを担当しています日本テレガートナーの伊藤です。ショーネットのファシリティは大規模でありながら短期間での構築が要求される特殊なものですが、昨今の急激なデマンドの変化に対応しなければならない IT リソースの運用に通じるエッセンスが存在します。今年のケーブリングは 100G ベース SR10 搭載の装置が登場、 40G 対応の QSFP スロットを多数搭載した高密度なスイッチが増えたことにより、12芯および24芯 MPO コネクタを使用したファイバーを多数使用しています。またショーネットで使用する大量の装置を管理するための配線には再計 UTP パッチコードを用いて省スペース化を実現しています。また限られた電力リソースを効率よく運用するためにサーバーやストレージを搭載するラックには 200V 対応 PDU を用い高密度実装を実現しています。 100V 系ではリアルタイムに消費電力が表示される PDU やアウトレット単位で開閉を制御しスケジュール運転が可能な PDU を用いています。効率的でより素早く装置へ給電を展開できるように工夫しております。ファシリティは地味な存在ですが必要不可欠なものです。ぜひショーネットで活躍するファシリティ関連製品にご注目ください。